11投目引かれて収まります。枠入り完了です。スタートしました。まずまず揃いました。7番のマリー・ドラメール好スタート、好ダッシュ、早くも抜け出していきます。追っていく2番手以下広がって、中から5番のコンサートドーレ、2番手から前を追っていきます。直後は2番のときめきロマンス、8、9番のうずめ姫、内目に3番のアマン、さらには10番バイオネット、直後に4番春を呼ぶ女、それから11番レクラドリール。ここまで前から4馬身5馬身の圏内で固まって3コーナーカーブを迎えます。後ろに6番の龍馬、内目を追走は1番ホールドザボール、しんがり追走8番のグランチャームで3コーナーカーブ、一段の展開で前は600を通過。先頭は7番のマリードラメール、リード体半分に詰まりました。外から5番のコンサートドーレ、さらには9番うずめ姫、差を詰めてきました。後ろ少しばらけ始めまして、内目に2番ときめきロマンス、5番手以下離れて4コーナーから直線前が広がってきて、7番マリードラメール、5番のコンサートドーレ、外から迫る9番うずめ姫、3頭が横に広がってきて、その後ろに2番のときめきロマンス、200を通過。あとは離れて3番アマンが追い込んでくる。前の争い、5番のコンサートドーレ、外が9番ウズメ姫、マリー・デラメールは遅れた、わずかに抜けた。5番のコンサートドーレ、コンサートドーレ先頭ゴール。9番ウズメ姫が2番手、そして3番手以下、2番のときめきロマンス、1番ホールドザボール追い込んできて、7番マリー・ドラメールと差のない入選となりました。3番手争い3頭。